シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。両家の件はアップデコにやるべきことを注意点解説していくってやつで、さあというわけで今回はアップデがありまして、いろんなものが実装されたよな。でやっぱ一番魅力的なのは大量オーブが再び回収可能になったこと。だから今回はそのオーブの回収場所やどういう風に回収するのか、はい、と今回野間クエに関するアップデもあったということから、その経験値とかについても詳しく話していきたいと思う。でプラスで最新情報や注意点も解説していくから、今回ねよろしくお願いしますというわけで早速やっていこう。まずはスタミナ消費ミッションがリセット。はい、いつものミッションのとこにあるけども、はい、スタミナを500消費せよと。このミッションがリセットされたことによって、また新たにオーブ60個獲得可能に、でかいな。まあ、大半が引き換え券なんだけども。はい、で、これ受け取っていきましょう。で、このアップデ前のミッションで達成していて、受け取ってない場合は、24日の3時59分までに受け取らないと消滅するから注意。で、まあ、俺みたいに残したい人でも、前のやつはちゃんと取っておきましょう。新しい方は残しても OK。いや、なんか別にま、意味ないんだけど、受け取ると俺使っちゃうし、なんか貯めるの結構楽しみなんだよな。うん。まあ、でもね、皆さん、古い方は獲得しておきましょう。運極達成ボーナス追加。700でオーブ100個獲得可能に。いや、これはでかいな。はい、ここに100個あります。下の方に、俺がさっき言った残してるやつがもう丸見えで恥ずかしいんだけども。はいね、ここ、なんとね、オーブ100個もらえるように。で、俺はこれ残しておきます。いや、怖え。これ、もう閉じる絶対押さなきゃな。で、他ではメダル所持条件アップがありまして、最大35万まで所持可能に。で、経験値アップが今回からありまして、最大 1.05 倍上がるんだって。これ重要だよな。今ランクも解放されて、野間クエも新しくやってきたから、さらにあの、経由さんもやってるから、まあ、全部今ではなくてもいいから、ゆっくりでもあげよう。で、閉じる。怖え。はい、ではお次、ノーマルクエスト。新しいクエストが5つ追加されて、オーブ25個獲得可能に。で、経験値は前の新しいとこよりも2倍ほど上がってるんだって。はい。で、下も見ていくと、この初クリア報酬がリセットされたことによって、さっきの25個も含めて、オーブ最大180個、獲得可能になりましたよと。で、ボーナスステージもリセットされたことによって、また大量の経験値を獲得できるから、これもやっておきましょう。で、これはちゃんと学びとかいろんなものつけて準備してからやりましょう。学びプラスに、学び EL、ベル。ベルが一番重要、3倍で、分母。で、モンパス会の経験値も今回使っていきたいと思う。これは周回前提ではなくて、しっかり準備して時間取ってボーナスステージはできるから、まあ、1.05 倍でもすごい変わるから、なるべくモンパス会の方はモンパスでマルチでやりましょう。はい、やってきました。今回はモンパスの経験値 1.05 倍ももらうためにマルチで来ていると。まあ、普通にね、時間取って、ゆっくりとボーナスステージはできるからやってんだけども、周回の時とかは、まあ、モンパス経験値は、ね、マルチで入る時間とかあるからいりませんよと。はい。まあ、できる人でいいんだけどね。はい。他も全部しっかりつけていて、では見ていこう。はい、668万ももらえてしまう。これで 1.05 倍で約30万ぐらい変わってくるから、まあ、なるべくね、しっかり準備してやりましょう。だけども、あれと 8.66 倍、なんか足りないなと。あれ ?9.55 倍ではないのと。はい、これは、運母とモンパス経験値の方は、元々の経験値の方に、もう、元々かけられてんだよな。だから、もうちゃんと入ってるから、でも表示は 8.66 倍になっている。この、それ以外のものが 8.66 倍ですよ、と。はい、こんなえげつない経験値もらえてしまうのよ。初めたての方は一気にとんでもなくランク上がるよ。だから、もうちゃんと準備して、絶対にやりましょう。はい。1000超えてでも5も上がってる。俺モンスト10年半やってるけども、一度も、ランク上げ目的で周回したことない男のランクでした、これ。はい。ではミッションは、新しく追加されたクエストの方で、神獣神曲が獲得可能に。で、これ、もう簡単にもらえるけども、その上限があるよな。わけわからんシステム。だから、一旦取らずにここに残しておくのがいいのかなと。
もともとの、ミッションの方はリセットの対象にならなかったから、そこ注意。はい、というわけで経験値について触れていくと、前回までの野幕へ周回は1周で、2万獲得することができました。で、新しいクエストの方ではなんとさっきも言ったように2倍で4万もらえるように。いや、これはすごくねえか。で、周回するときは学びプラスと学び EL で、今回からの運簿でベルを使うと1周36万になると。36万、普通によ。サンデーで周回してパパッと行って36万も手に入ってしまう、まあ、ベルを必要とするけども。で、経由され考えていった場合は同じように学びプラス学び EL 運簿、まあ、ベルはないけどもそういう風につけた場合は3体で60万。いや、60万はすごいよな。でも常に3体出るとは限らない。まあ2体とかが結構多いと思うんだけども、はい、最終的に、経験値野幕へ経由さどうなんかというと、まあ経験値的には野幕へがすごそうだよな。だ、36万、それが、周回すると毎週ね入ってくると、まあベルを使うんだけども、なかった場合は、キャンペーンもあるから、それでねスイスイ行ける、3体で行けるって考えたらすごいよな。まあ常に挑むこともできるし。で、ケウサの場合は、まあ常にね、3体出るとは限らんけども、60万とか40万とかそういうのが、まあボンボンね、入ってくる。でも出なかった場合は、リタイアしなきゃいけないから、そういう面でね、時間ロスが、まあ考えられると。でも、ケウサの場合は、他にもメリットがあるよな。まず最初にさっきも言ったけども、その経験値上げ、ランク上げできます。で、運極作成だよな。その時の対象のキャラの運極も作れて、かつ、運極体数も増やせる。今回、運簿も増えたから、そういう点いいよな。で、メダル。メダルを毎週2枚獲得することができる。これでかいよな。これ目当てで周回する人結構いるんじゃないでしょうか。はい。まあ、両方すごいな。だからまあ状況に合わせて自分の目的に合わせて変わってくるんじゃないでしょうか。はい、ではお次、スクランブルユニバース。懲りずにまたやってきたこのめんどくさいイベントなんだけども、オーブはちゃんと回収できるし報酬もいいからやっておきましょう。はい、新しいこの正宗シーズンやってきているんだけども、今回クエストが3種類ありまして、これねそれぞれ2個ずつで6個獲得できますよと。で、あと引き換えがありまして、ここで引き換え券が、2つ入手できるということで、これで10個、取れますよと。うん、まあ、絶対にやっておきましょう。まあ、報酬はね、いいから、やらんといけんのよ、これが。もう、なんかな、もうほんとめんどくさいんだけど。はい。で、守護獣とタスの巣窟でもオーブ獲得できるから、これもお忘れなく。はい、というわけで、アプデには関係ないんだけども、重要だから紹介していく。今、追憶の書庫にハロウィンの降臨が復刻してんだけども、運極作ってなかった人は運極チャンス。でもさらに重要なのが、これ、勝利するとオーブ1個獲得できると。で、旧降臨復刻しているから、合計オーブ9個回収できるんだよな。はい、9個。重要よ、これ。はい、絶対に回収しておきましょう。で、ちなみにこれ本日まで。うん、絶対にやっておきましょう。で、さらにプラスで言うと、この、左下の俺のラック15のこのキャラクターはマルチクエストになってるから、これも注意ね。はい、というとこでした。 OK。 というわけで次も結構重要な神キャンペーンをやっておりまして、はい、 CM 視聴でモンスターボックス10枠拡張確定ということで、これ CM 見るともう確定でボックスが10個拡張されんのよ。おう、これすごいよな。26日までやっておりまして、要するにまあ将来ね、オーブ使って拡張しようと思っていた枠をここで効率よく、拡張することができると。だからまあ実質ね、まあ、オーブを配られた感じにもできる、そういうね神キャンペーンかなと。で、これ1日2回できるから、この時間帯ね、絶対にやっておきましょう。これすでに満帆の方がこれやると拡張されるというわけではないから、そこは注意。はい、こういう神キャンペーンやっております。はい、というわけで、不具合ということで、俺が前から言っている最終バトルで進行不能になる不具合がある不具合、これを直してくれたみたい。まあ確かにまあやっててね、なってないからまあ直ったと思うんだけども、はい、音声の不具合はどうなのか、まあ、これに関係して起こっている音声切っても録画した場合音声切れてないという不具合が起こってんだよな。はい、ちょっとね今から確認していきたいと思う。というわけで今鳴ってるな。音量下げていきます。治ってね。
治ってねえ。どうしよう、マジどうしよう、これなんで治せんのこれ、何起きたんこれ、これわけわかんねえよマジ。これもうサブがもうコラボの時取れねえって、こっちはさっきんで、ちょっとマジ本当にどうにかしてくれこれ。はい、というわけで未開大地が常設になりました。でこれ一個ずつクリアしていくって感じになっていて、しかもクリアしてもオーブもらえんかったわ、なめとんなんなんこれ本当。ホームのね獲得できるオーブのとこにもなかったからあーと思ってたんだけど、もらえんわ。なんかようわからん勲章がもらえるだけでよ、これちょっとオーブねくれるだけでも全然モチベ変わったんだけども、結局取れるのがこの変な勲章と、あとなんか初獲得星6確定のガチャがもらえます。これね、やばい、これだけまた6時までやんの。まああとはそのなんとかミスを獲得してなかった人はそこをね該当箇所を周回すると、ドロップしますよっていうのもあるんだけども、まあね、時間がねほんとある時にやって60まで解放すればいいのかなと。はい、というわけでお次は訓練場に霊術が追加、連勝関係なく練習ができるのがでかいな。いやこれ霊術こそ最初からやるべきでしょ、一番練習いるわこれ、何やってんのこれ、訓練一番いるでしょうが。はい、でこれ最初1回勝利するとボーナスで1体もらえるから、ここも注意。はい、だから皆さん練習と1体獲得しましょう。で最後に始めたての方はラキモンねなかなか揃わんと思うけども、ラキモンで作ったキャラを戦闘にすると宝箱1個増えます。はい、これね、ぜひやりましょう星4個で発動せんかな、これなんこれ、アホか。はい、というわけで最後に運極達成数ボーナスのガチャを引いていこう。限定も対象でクオンも出ます。で最近俺未所持限定どんどん減っていってよ、欲しいのがそうルミナス、もう4端末誰も持ってないからルミナスちゃんが欲しい。でそう清掃ちゃんこの前当てたから、そうダッキーなんだよな持ってないのが、まあダッキーで、まあ、ちょルミナスだな、まあそれはルミナスでしょう、もうね全員持ってないんだから。でサブの方は正宗とクオンと清掃ちゃんで、ね、全員持ってないルミナスという感じですわ。まずホマカを引いていきたい。でこのガチャは運極達成数600で引けるから、さあ行きますか、来いよルミナス、ルミナス、ルミナス来い。限定なら何でもいいよもう。はい。ね、ブレーメン。何をしとんのこいつら。やかましいなこいつら。何をやってんのこれ。ライブしてんのこれ。何をしてんのこれ。やかましい。はい、ではサブ引いていこう。ちょっと BGM 切れねえからなんかうるさいかもしれんけど申し訳ねえな。はい、狙いは正宗、クオン、ルミナス、清掃ちゃん。正宗、クオン、清掃、ルミナス。正宗、クオン、清掃、ルミナス。正宗、清掃、ロン、ルオンわーおーらーなめんなよ !600 いった運極いっぱい作っとんやはいうわーちょっとはぁこのパワー、ルミナスよ、やばいやばいってやばいって、俺待って、俺今年ちょこれ悪さしてねえぞ、特別なガチャ、今年の特別なガチャ俺呼んだやつ来てる絶対に、ちょっとやばいって、これ聞かれてる俺の声、ちょっとこれ普通にいつも運営さんボロクソ言ってるけど大丈夫これ、こんななんかちょ何がいいからそこに並べ、俺が焼き寄せやるからよ。
夜勤が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。つなぎって仕方ねえ。